ヒナカマキリはカマキリメカマキリ科の昆虫。体長18から21ミリメートル。体色は褐色で、脳褐色や黒色の反紋がある。メスはこのバネ型、台湾産のオスのみに長バネ型が見られることがあるが、日本産や韓国産のオスはこのバネ型である。肉食性であり、多種に見られないほど敏瘍であり、症状場への仲間などの小さい昆虫を捕食する。 また、特に好んで、シーやタブの木の林に生息し、高地性で、落葉の間を徘徊している。越冬は、長さ1センチ以下の卵の状態で行い、卵小の卵数は10個程度である。成虫は8月から10月に見られる。前述したように、日本では長羽型が見つからなかったため、オスがいないのでンた,ため生殖、という誤解が生じていた。日本、台湾、 韓国。ABCDFGHIJK e F, G, H, I, J, 日本産昆虫学名は名字書。昆虫学データベース昆虫九州大学大学院農学研究院。昆虫学教室。2018年11月13日閲覧。新定原色昆虫大図鑑第3館北竜館 82P。 ISBN 978から4から 832608276ABCDEFGHC 全探訪2009年8月、日中眉り森,森林総合研究所、ABC 日本産日中眉りについて、山崎つかね。ありがとうございます。